だとき、つまずいたとき、胸が苦しいとき、痛みに弱い人間という生き物は、このように考えることがある。ゴリラになりたいと、文学的な導入である必要はあった？そんなわけで、今日はこのゴリラさんになりきって飼育員さんたちと戯れるゲームで遊ぼうと思うよ。話の腰を折って悪いが、とてもそういう雰囲気には見えない。飼育員さんも早銃持ってるじゃねえか。どう見ても戯れるようなたわ。そんなことないよ。ほのぼのとしたゲームだもん。レースルームは全てが手遅れだよ。一体何が起こってるんだ？ゴリラが脱走したのか？そんな感じだね。謎のゴリラが暴れ回るゲームみたい。銃を撃たれてもひるみもしない。しかも人間を腕力だけで吹っ飛ばすなんて。一体このゴリラは何者なんだ？わかってるのは首からネクタイを下げてるってことぐらいかな。DK って印字されてる。特定しました。背中が丸見えだよ。本当だよ。沸騰はやめていくな。まだまだ試合は始まったばかり。今のはチュートリアルみたいなものなのか。まだまだ一回表って感じか。間違いではないけど、あえて言うなら格の道を開けるために歩を進めたばかりって感じかな。勝利で言い換える必要あった？よりによってゴリラのゲームで。血が欲しい。呪いの武器みたいになっちゃったよ。ついでにお金も欲しい。心の声も出てますよ。できれば無償で欲しい。働け。そろそろゴールかな。脱出すればゴールになるのか。おお、でも確かにゴールっぽいところに来たな。まだまだありそうですね。いやだいやだ、早くゴールに着きたいよ。こんな殺生なこと、もう私はやりたくないよ。普通な声に聞こえるけど、その割には生きようよとあやめてたからね。ここで気持ち悪い歩き方を発見したよ。うわ、気持ち悪い。カサカサ動いて気味が悪いね。一体何の意味があるんだよ。普通に進んだ方がいいだろ。そんなことないもん。この歩き方をすることによって周囲から軽蔑の眼差しを送られ、社会に適合できず一人寂しく散っていく人生を歩むことになるんだよ。何の意味があるの？お邪魔します。よいしょ。うお、なんだ急に爆発したぞ。びっくりしたよ。まさか背中に爆弾背負ってるの？自爆覚悟で警備しているとも思えんしな。一体何のためにそんなことを。昔の私みたい。経験者いました。どいてどいて。私はただ脱出したいだけ。危ねえ。慎重に行かないと一緒に爆発しちまうぞ。爆死なんて嫌だよ。まだ落下死なら許せるけど。基準がよくわからん。あの後なんとかくぐり抜けたけど、まだまだありそうです。頑張れ。